封鎖について帝国軍のレイブス将軍より次の通り声明が発表されました。ラスカ地方の封鎖は調印式襲撃に関わった人間の行方を捜索するために行っている。影響が大きいことは承知している。全ては市民の安全のためであると理解願いたい。他に帝国軍はオート内での生活の支援も続けていると強調しました。先日までダスカ・クレイン地方を中心に頻発していた地震について帝国軍より次の通り発表がありました。地震の原因は巨神が目覚め暴れ出したことにあった。軍は巨神の討伐に成功し、周辺の被害が深刻になる前に防ぐことができた。この発表によると、すでに巨神はカーテスの大皿内部から、まさかさ、見つかんないとは思わなかったよ。シドニーが言うように周辺の工場に運ばれていればいいが、守ってったのが帝国軍って可能性もあるね。またあのおじさんが助けてくれたりしないかな。アーデン最小か。やめてくれ、期待できるはずがない。だよね。どうする？ひとまずハンマーヘッドからの連絡待ちだ。代償もねえし、しばらく歩きか。あれ、アンブラだ。何かを伝えに来たのか。ケンティアナ、成績を背負いし王よ、雷神の啓示により力を宿しなさい。成績を取り戻すためにカンナギは。ルーナは無事なのか。雷神のもとにルナ・フレーナは右傾を終え、紅葉の指輪とともにスイートにて待つ。早くお会いなさい。あの方は神の使い、つまり神話のカンナギを支える存在だ。ほう、でかい話になってきたな。俺は無事だって。またして悪いな。もうすぐだ。必ず会いに行く。そう伝えてくれ。人間の長い繁栄のためにとクリスタルが与えられたのです。でもクリスタルはオートにあるよ。なんで僕たちだけが使ってるの？使っているだけなのではなく、王がクリスタルを守っているのです。守ってるの？お父さんが？はい。そうだったんだ。クリスタルは真の王を選び力を与えます。歴代のルシス王たちはその時を待ちながらクリスタルを守り続けてきたのです。僕が選ばれたんだよね。はい。クリスタルから力を得た真の王だけが星を脅かす敵を倒すことができるのです。でも僕にはそんなこと。カンナギの私が全力でお助けします。え？カンナギには王を支える使命があるのです。そっか、やってみる。
僕が必ずやっつける。ノクティス様。ノクティス、お聞きなさい。王を導くためこの声を、天と地を結ぶ強き光、それは雷神の力。光のもとへと向かいなさい。指輪がルナフレーナ様のもとにあるなら、ひとまずは安心だな。お会いできるのはオルティシエ？ああ、船の出会いが必要だ。カイムの港が今も使えるなら。昔の隠れ港か。よし、準備させよう。イリスに連絡しとくぜ。さーて、俺たちは雷神にお参り。また神様来たよ。これありがとな。え、こんにちは。怪我の具合はいかが？誰？ゲンティアナ、六神の使い、ルナフレーナから聞いていない？これだ。でもよく知らない。ちょっと聞いただけ、ルーナに。ん？ルナフレーナに？そう、ルナフレ…仲がいいのは良いこと。カンナギと王は常に共にあるべき二人。この世界を守るという使命のために。今のはケンティアナとゼネブラエの雷神は王への啓示を待っている。急ぎなさい、雷神のもとへ。帝国は王を恐れている。この地の道すべてを力で封じるほどに。どうしたの？また頭痛？ゲンティアナの声がした。神に通じる能力か。巨神の時の頭痛と同じなのかもな。よろしく。ノクト、上見て、イフル軍だよ。サンキュだね。カンナギの受け入れは済み、残るは刑事のみ。急ぎ雷神のもとへ。準備はなされている？ノクト、大丈夫？ああ、早く刑事受けろってさ。神に力をもらえるか。刑事を受け、六神の力を身に宿す。
それは成績に選ばれし王の使命。またか、何だって。クリスタルに選ばれてんだから頑張れって。ノクティス、東の洞窟ポッシオへ。封印は解かれた。地の底に眠る最後の石碑を目指しなさい。帝国の者たちよりも早く。洞窟だ、次が最後。よし、さっさと済ませようぜ。いよいよ雷神様とご対面か。準備はしっかりしておこう。急いだ方が良さそうだ。おい、あれ、雷落ちたとこじゃねえか。あそこ入れってこと？これだね、フォッシオ洞窟。何がいるかわからないぞ。油断すんなよ。あ、いよ。うわ、この先かなり深いよ。暗くて奥は見えないようだが。どうする、進んでみるか。こういう怖いとこ嫌なんだよね。何が出てきてもおかしくないな。みんな気をつけてよ。ようやく見つかったな。よかったー。ノクト、頼むぜ。雷神の力。大暴れを想像してたけど。人のいい神様もいるんだな。性格あるらしいぜ。ルーナも大変なんだろうな。お会いできるのはもう少し先か。早く海渡ろう。元気な顔見せねえとな。そうだな。見て、雨上がってる。雷神様の用事が済んだからか。なんだありゃ。前とは比べ物になんないよ。はい。王子、レガリアなんだけど。うん。帝国軍の基地に保管されてるみたいなんだ。マジか。ちょっとね、相手が相手だから話するってのもすぐにはいかなくて。いや、いい。情報あればいい。あれ、大丈夫？うん、大丈夫。どうもな。じゃ、誰だ？シドニー。うっそ、もっと優しく話しなよ。どうでもいいだろう。レガリアの場所が分かったのか。ああ、帝国軍の基地らしい。おお。たとえどこにあろうとだ。取りに行くんだろ。当たり前。これはあくまでも予想だが、あれは本来もっと早く到着するはずだった。だが雷神の嵐で近づけなかったんだ。
あれでレガリアを帝国本土に運ぶのかもしれない。雷神のおかげで時間稼ぎができたってわけだ。今ならまだ間に合うよ。ああ、取り返しに行くぞ。まるで要塞だな。さっき飛んできたやつだろ。ずいぶん立派な壁じゃねえか。あの壁は昔の戦争の名残だ。それを帝国軍が利用しているようだな。どう攻めるか考えよう。今日は野宿ってことで。エグニス、何か策は？策というほどではないが、この人数で正面からは攻められない。潜入するなら深夜だ。敵に気づかれるまでの時間が少しは稼げる。それまではできる限り基地の情報を洗おう。レガリアの場所にも見当をつけておきたい。入手した情報を分析し、潜入方法と位置を確定する。そこら辺は頼んだ。いよいよレガリア奪還作戦だね。目標はレガリアの奪還。騒ぎを大きくしたくない。少しずつ確実に仕留めて進もう。で、夜明け前に撤退だな。ああ、作戦途中でも諦める。敵が体勢を整える前に引く。アイスを出したら一斉に行くぞ。それまで待機だ。3 2 1。やれ。なかなかのもんじゃねえか。見直したぜ。おい、なんだよ。サーチライトだ。やり過ごせたか。慎重に進め。了解。闇に紛れて進め。ああ。こんなとこにいたのか。よかったね、見つかって。ああ。特に目立った損傷もなさそうだ。見つかった。作戦の変更だ。ここからレガリアを運び出す必要がある。おい、魔導装置及び周辺兵器を破壊しよう。ノクト、魔導装置を積極的に攻めろ。敵を弱体化できる可能性がある。隠れる必要は？もう見つかってる。好きにやれ。了解。
何これ。敵は活動を停止したようだな。レガリアのところに戻ろうぜ。楽勝だったね。結果的にはな。しかし帝国軍にとっても大きな打撃のはずだ。後でコル将軍にも報告しておこう。あれ、久しぶりだ、ノクティス。レイブス、雷神の啓示を受けたか。それが何を意味するかも分からずに。おい、動くなよ。お前もなんかやばい。誰も叶わなかったというのに、選ばれし王たる男がこうも無力で愚かだとは。じゃああんたは何やってんだよ。なんで帝国軍でルーナまで狙って。敵の将軍に何を聞いている。盾のつもりか。分かってんじゃねえか。脆い盾は踏み台にもならん。くそ、ドクラディア。おい、調子乗ってる。ここで死ぬならそれが世界の運命。はい、そこまでにしとこう。おう、大丈夫。何が。助けに来たよ。何を言っている。軍を帰らせるってこと。てめえふざけてんのか。次に会うのは海の向こう。うちもあそこの水神様に用事があってさ。ねえ、それじゃあね王様、良い旅を。知り合いだったの。レイブス様。レイブスはルナフレーナ様の兄上だ。帝国軍は昨日ダスカ地方の街道の封鎖を解除しました。封鎖のために設置された施設についても現在は完全に撤去されています。ルシスの暫定統治機構は封鎖解除による街道の混雑混乱を避けるため、緊急性のない移動はしばらく控えてほしいと注意を促しています。ルナフレーナ様のお兄さんでしょ。前の将軍は王と襲撃の際に死亡したそうだ。テネブライの人間が最高位か。一体なんで将軍に。知るか。戦うとなれば脅威だな。ああ、レイブス将軍とかふざけんな。兄さん。どうした。ごめんなさい、まだ皆無には行ってなくて。帝国軍がここに来たの。ノクトのことは誰も何も言わなかったのに、ジャレットが切られたの、突然。バカな。それでジャレット助かんなかったの。私
タルコットと一緒に皆無に行くよ。だって何かしてないと。分かった。